会会長の阿久津光之より一言ご挨拶申し上げます。皆様、今日は大変寒い中、またインフルエンザが非常に流行っている中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。この学校保健会の、講演会、これは年1回に実は開催されておりまして、この2月に例年行われているわけでございます。これは心身ともに健やかに、お子さんたちの健康を願うことが、ひいては蛍の将来、人材育成につながるというような観点からスタートしたわけでございまして、今回の講演会を通しまして、子どもさんたちの健康づくりに一つでも二つでも役立っていただければなというような形で開催されているわけでございます。本日は歯科医師会からのご推薦にて上浦先生をお招きいたしまして、今日は歯科に特化したようなお話が行われるというふうに聞いているわけでございます。これからうちは司会の高橋先生にバトンタッチするような形となりますけれども、半時間ではございますけれども、皆様方ぜひとも今日の講演を、明日の学校生活の中に生かしていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げまして、開会のご挨拶をさせていただきます。本日はご出席誠にありがとうございます。ありがとうございました。それではただいまより上浦先生に講演をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ごめんなさい、次に申し訳ございません。次に本日の講師であります上浦陽一先生の経歴等につきまして、蛍市学校保健会理事であります蛍市歯科医学校医師会会長の高橋当日よりご紹介いたします。皆さんこんばんは。学校保健会理事の高橋でございます。毎年先ほど使い方にも話がありましたけど、毎年いろいろなテーマでお話ししていただいているんですけども、今年はちょっと歯はやはり健康に非常に重要であるということで、歯科の方にお願いしまして、今回上浦陽一先生に講演をしていただくことになりました。高齢ですので先生のご略歴について簡単にご紹介させていただきます。上浦先生は平成元年に北海道大学の歯学部を卒業されまして、同年北海道大学歯学部の第一国鉄学優勝技師学ということに入学されています。門外漢ですので何だかよく分からないんですけども、優勝技師学というのは要するにちょっと調べてみるとですね、口の中の粘膜を覆う形に作られた取り外し可能な部分入れ歯と書いてありますので、要するに歯の、欠損したところを上手に固定するというようなお話を研究されていらっしゃったと思うんですけども、その後先生は、大学院の平成7年に卒業されまして、平成8年より熊沢歯科クリニックにお勤めになりまして、平成26年より上浦歯科クリニックの院長として現在ご活躍でございます。補鉄ももちろん先生がご専門ですけれども、先生はインプラントも非常に、たくさんされていらっしゃって、全国的にも有名な先生でございます。また先生は平成19年にもですね、この学校保健会の講演会をしていただきまして、その時のテーマは、キシリトール555の法則で虫歯予防というテーマでお話しくださったんですけども、今回はですね、またちょっと大学が健やかなお口から健康に、なんとか話、これだけじゃさっぱり分かりませんが、どんな話をしてくださるか、非常に楽しみにしております。で、先生、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、ただいまより上浦先生に講演をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。ただいま紹介に預かりましたね、上浦歯科クリニックの上浦です。それでは早速、1時間くらいだと思って始めていきたいんですけども、まあちょっと自己紹介ですね、熊沢歯科って30人くらいでね、やってるんですけども、
まあ、ユニットでね、あの診療があるんですけど、それがだんだん足りなくなってきたということで、7階と6階で診療してたんですけど、5階に増やそうということで、私は先ほど高橋先生から紹介した血相を持ってたんですね、歯が何でも治療を専門にやってましたので、まあ、それに特化したような治療室を作ったというふうになっています。実際、これ皆さんご存知ですかね。今日はその PR にしたんですけど、衛生士学校ですね、ちょっと今募集してもなかなか少しね、半分ぐらいしか集まらないので、ちょっと今困ってます。もしお知り合いの方でまだ受験できますので、看護学校をした方とかそういう方も結構いらっしゃると思います。でうちのビルはですね、この垂れ木がこうあってですね、こう曲がると、こうにね、あるんですけど、この7階と6階が駒沢社で、5階が神浦社というふうになっています。で、こんな感じですね。で、まあ、一応窓からこうやってね、海が見えるな診療室で、今、話しありましたね、3年ちょっと前ですかね、で、まあ、こういう結晶を持ってですね、歯がない人に。で、今日の話は多分学校保健会なんで、僕もですね、歯がない人の治療をずっと見てきてるので、どうやったら歯を残せるかがちょっと分かると思うんです。分かると思うんで、それをね、皆さんにお伝えしたいと思います。で経歴はですね、東京オリンピックの年もあって、先ほどあって平成元年にこういう、北大のですね、入れ物の講座ですね、やってました。で、ホテルに勤務してからは、予防歯科ですね、先ほどあったきっちり取るの研究とかですね、したりとか、あとは入れ歯でなかなかですね、満足されない方とか、入れ歯だとどうしても歯がなくなっちゃう方に対してインプラントの治療を行って、まあ、では、こういう方はですね、歯周病で困っている方、歯がない方にこういうインプラントとかで治す、こういうような治療を、ここで行っています。で、まあ、内容はこの4つなんですけど、皆さんの机の上にですね、こういうなんかレジュメみたいなのが作ってると思うんですけど、ここにですね、空欄があると思うんですね。空欄を埋めるとですね、今日の話がこう分かるので、最後、体験はしませんので、安心してください。はい、でまずちょっと話を始めていきたいと思います。まず、皆さんは診療というかお仕事でお疲れなので、ちょっとこれを見ていただきます。歯科医院でよくある風景。静かに笑っても効果あり。
笑いの表情を作り、息を吐き出しながら笑うことで、声を出して笑った時と同様の効果が得られるそう。これは一人で行うときにおすすめなんだろうな。僕で実際お時間なんですよ、こうやって笑ってる。皆さんも分かると思うんですけどね、笑ってる人がそんなに病気の人はあまりないですよね。だから私も、振り指ね、調子悪い時とかは、ちょっと調子悪い時とかはないですけど、そこで笑ってる、みたいなね、笑ってる。で、本当にね、調子良くなるんですよ。ね、それで、私の話と関係あるのが、笑いですね。笑いと歯の治療に関係あるのは、皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱり歯がね、ちょっと、汚いというかね、例えば直したとかね、汚れたりなんかすると笑えないと思うんですけど、こう口をね、こうやってね、ってね、笑ってきてると思うんですけど、やっぱり歯が綺麗じゃないと笑えないということで、実際私のカウンセラーでもね、そういう方がいらっしゃいまして、こういう感じでちょっとね、20年も30年も使ってるとね、こう歯ブラシがすり減ってるんですよね。でそれにセラミックのね、クラウンというのがあるんですけど、それを、かぶせてね、ちょっと削るんですよ、一層ね。ラミネートにしてね、こう一層削ってあげて、ね、貼ってあげる。こうにすると、マクシムも綺麗なんですよ。で、こんな感じなんですね。そうするとね、この方の娘さんが僕の方に来てて、うちのお母さんが最近ね、洗面所でね、ニヤニヤ笑いながら口を入れてるって話をするんです。っていうことは、やっぱりこの歯を治すことになるんですね。笑える。そうすると健康になるかな。そういうことが考えられるようになりますので、子供でもそうだと思うんですけど、やっぱり前歯ってどうしても虫歯になりやすいと思うので、そういうことに虫歯を作らないようにしてあげるのかな。それも必要じゃないかなっていうで、笑いの効果で最近言われているのはこれですね、血糖値や血圧を、これ今日の、ね、空欄になってますけど、正常化するとか ね、ありますけど、あとはナチュラルミラー細胞で、ね、ガンをつけるとか、なかなかガンの有効な治療法ないと思うんですけども、これの活性化、あとリラックス効果もね、こういうのがあるんで、笑いの効果、こういうの素晴らしいことになりますので、笑いを作れる、ね、僕らは口腔、口腔から、治療をしているというんです。で今のスマイルですね。で次はフレイルという言葉で、この言葉は皆さん、ね、耳にしたことあると思うんですけど、これも歯と関係がありまして、要介護マイルみたいなね、少しこうね、弱ったやつね、のことをフレイルで言うらしいですね。僕はあまり詳しくないんですけど。でその原因の一つに、口も関係しているということが最近言われています。これですね、要するに虫歯とか歯周病で、きちんと食事ができないとかね、あると、食欲不振、ここで、空欄、食欲不振になるんですけど、なって、そうすると、寝た筋肉が弱くなる、ね、感じになるんですよ。それに関して、筋力低下をすることになるとか、腰痛とか、膝痛とか、ロボットの心臓とかね、お医者さん以下の方法でね、いろんな名前をつけてね、いろいろ健康活動とかね、揮発活動もね、素晴らしいと思うんですけど、こういう形が今、言われているというのです。で実際私の観察でもですね、このような方がいまして、ですね、何年間か入院してたんですよね。入院してて、こんな感じの口の、多分こんな感じのね、状態だったんですけど、当時ね、2000年から今まで十数年なんですけど、それでこうやって来られて、娘さんにですね、抱きかかえられてきてる感じなんです。自分で歩いてこれなかったんですね。でも入れ歯もですね、全然こう、合ってない。ね、もう何回か往診かなんかというかな、直しに行って、こんな感じで、虫歯と、歯周病もね、ちょっとありますし、入れ歯も全然合ってない。こんな感じの状態で来られます。で、私は、入れ歯を使った専門、ね、当時、まだ専門ですんで、それを、これね、こういう設計図なんですよね。これ昔、これなんかマックで、一筆書きなんですよね。こんな感じの難しいんです。これをね、書いて、そうすると、技工士さんが、これね、綺麗な入れ歯を、ね、作っていくという意味になります。で、これをつけてあげるとですね、こんな感じでね、綺麗になってくる。だから、紙合わせのね、平面とか、これでは笑えるようになるんですよね、こういう感じでね。食事もできるようになるんです。で、セラミックできるようになります。こんな感じですね。初心がこんな感じ。で、ずっとね、だんだん通っていくうちに、こうやってね、服用になってきて、イメージこんな感じですよね。最初は娘さんに連れられて、そのうち一人で来てね、そのうちスキップしながらとかね、そんな感じになって。それちょっと僕見てないですけどね、多分そんな感じ。ということで、初心から治療するので、やっぱり歯の治療とかって大切ですけどね、もしくは子供のことで言えば、こうならないんですけど、一番いいと思うんですけど、こういうふうに調べると、そのフレイル状態にいかなくてすると、寝たきりに行く可能性、このままだったら寝たきりになったかもしれないですよね、それが、
で残念ながらですね、治療してからですね、10年くらい経って、お亡くなりになられて、娘さんが最後、病院まで来られて、感謝、していただいたということを覚えています。これを言われてますね。ということで、食べられる、しっと食べられるということは、健康の回復につながるということですね。だから、笑いと、そのかな、食事っていうんですかね、食べられるということは、口の重要性ということは、で最近、じゃあその本当にそうかなということで、これはまあ一例ですからね、とても一例、症例の方法なんで、本当にそうかなということで、統計が取られてまして、全身の健康と歯の関係ということで、これ各都道府県でですね、医療費の数について調べたんですね。歯の数と医療費について調べたんです。で、この薄い青はですね、これ北海道の医療費ですけど、薄い青は0から4本ですね、の医療費。まあ、これで言えば、3万5千円ですかね。好きなのかな。で、20C 以上、この濃い色の人がこっち。ということで、まあ、要はですね、歯がたくさん残ってる方が医療費が少ない。まあ、もしくは歯が少ないほど医療費がかかってる。ということで、答えはですね、0から4本の歯の人は、20本以上の歯がある人で、1.59 倍医療費がかかってる。6割も、医療費がかかってる。ということが、これ北海道だけじゃなくてね、いろんな都道府県で分かってる。それはやっぱり歯が大切だということが分かると思います。まあ、これはどうしてかというと、大体ですね、皆さん歯何本あるかご存知ですね。大体28本あるんですけど、そのうちで20本ぐらいは大体食べれるんですよ、支障なくて。ただ20本切ってしまうと、なかなか食べづらくなるということが分かっています。それはまあ、だからまあ子供のこともそうですけど、20本以上残してもね、歯に関しての人生設計みたいなのを考えると思います。あとは、まあ、これもそうですね、同じような統計で、歯がたくさんある人ほど、ね、歯が機能し、ちょっとね、機能してる歯が10本以上ある人の方が、このね、生存年数が長いとかね、そんなことも分かっています。ということで、まあ、今日の会話は健康を守るというね、多分、最大、したい、次、視聴者だと思うんですが、それについては、まあ、歯を守る、どういうことじゃないかと。健康を守ることは歯を守ることにつながると、まあ、歯を守っていれば健康にもなるんじゃないかなと思います。でそれでは早速というかですね、じゃあその歯を守るにはどうしたらいいかということで、じゃあ歯を治す原因というのは皆さんもご存知のように、まあ、こういう虫歯ですね、虫歯と、あとこの歯周病ね、こんな感じなんですけど、まあこういうので、ね、この方もね、これで入れ歯を使ってなかったんですよね。だからちょっとこんな感じで、でもまあ後で治すんで、でもこうインプラントとね、セラミックプラントってやると、こうやってね、まあ、綺麗なもので、うん、で、この元がこんな感じで、そうですね、だから、歯周病で、ね、42% ですね、こういった状態で歯が抜かれる可能性が 42%、 虫歯が 32%、 であと、この虫歯に続いてですね、歯が割れるってことなんですね、それが大体 11% というふうになってます。大体半分ぐらいですかね、虫歯半分、歯周病半分ですね。で皆さんも自分の歯のことを、ね、思い浮かべてほしいんですけど、大体ですね、僕らも患者さん見てて、虫歯タイプの人とね、歯周病タイプの人っているんですよね。で、大体自分はどっちかっていうと、まあ、歯医者さんに聞き回ってもいいと思うんですけど、で虫歯タイプの人はですね、人生の前半で結構苦労する、治療に通わなくて、子供の時から。でもね、歯周病タイプの人って虫歯がないから、意外と自分丈夫だと思ったんですけど、40代ぐらいからいきなり歯が出てきてるよね。するので、まあ、人生の前半に苦労するのが虫歯タイプの人、後半に苦労するのが歯周病の人というふうに考えてもらえばいいかなと思います。もちろんね、両方ない人もいますよ。両方ない人も1割ぐらい、両方ある人も1割ぐらいというふうに僕は臨床しながら感じています。でまず虫歯ですね、まあ、虫歯というのはこんな感じでね、検診とかね、 C1、C2、C3 でね、まあ、深くなりますので C3 とかとって、もうこういうね、根っこがほとんどなくなっちゃってる状態を C4 で、こうなるとね、抜歯になってしまう、歯が消すことになります。だからまあこういう状態でね、まあ、こうなるのが一番いいんですけどね、このぐらいで止めとくというのが必要なんですね。でそこでですね、虫歯のですね、これ今日学校しからね、学校しからね、学校保健会なんであれですけど、子供のことについてちょっと話さなきゃいけないと思うんですけど、中学校における虫歯の悲観率っていうのは、これ全世界的に調べられてまして、要するに12歳児の虫歯がどのくらいあるかということで調べられてるんです。で僕もですね、卒業した頃ですね、大体これ 4.、ね、12歳児の虫歯が 4.5 ぐらいあったんですよね、卒業した頃、僕が卒業した頃。だから日本はですね、すごい虫歯が多いと、ね、いうふうに言われたんですよ、ずっと。で、それはですね、つい最近のですね、もう直近のね、先々週ぐらいの大学だと 0.8 人っていうふうに
ということで、この答えは5分の1ですね。5分の1に減りますよ。非常にね、減りましたね、芝が。皆さんの穴がちょっとね、を検視してたら分かるんですけどね、ああ、感じるんですけど。で、韓国の、ね、状況を調べてみると、そうですね、全世界ではちょっと増えてるんですよね。ただですね、大体先進国では減ってますね、ヨーロッパとかアメリカと。やっぱりきちんとそういうね、生活習慣が改善されるから、ね、アメリカとかヨーロッパ。ただね、東南アジアとかは、例えばテレビでやってたら、タイの人たちとかは、なんか、食事に全部砂糖をかけてね、おいしいおいしいと食べてますけど、東南アジアはやっぱり少し豊かになってきたから、豊かになるとちょっと虫が増えるんですよね。東南アジアだけ増えてるんですよ。あとはそんなことないんですけど、だからタイもね、これから、タイ地は東南アジアもこれからね、そういうことを啓蒙されてくると減ると思うんですよ。日本はもうかなり減ってきてるんですね、こういう声で見たら。これは日本ですよね。で、虫は少ないというイメージがあって、ヨーロッパもこれからですよね。ということで、日本もかなり減ってきてる。で、実際国別ランキングみたいなのがこうやってあったりしますね。日本は一番少ない、スイスと同じくらいですね。日本、スイス、イギリス、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、こんな感じなんですけど、かなり少ないと言ってた人で、昔は日本はなんか落ち葉についてはね、あんまりこう、なんかすごい多い国、ね、後進国みたいな感じで、ね、ひどいこと言われてますけど、今はもう世界中ぐらいの人で、やはり日本人って綺麗好きだから、きちっとね、そういう、あと歯磨きなんかしてますよね。きちっとすると、こういうふうにね、いい気分が出る。じゃあ、どうして減ったかね、どうして減ったかね、あれ、村上さん今日も持ってきたから、大丈夫かな。どうして減ったか、皆さん分かりますか？これ、ね、減ったの、理由。まあ、減ったのはこんな感じです。復活物入りの島材はですね、僕が大学卒業した頃、今から30年くらいなんですけど、あんまりなかったんですよね。なんで売らないのかなと思ったら、すごいいろんな理由があると思うんですけど、それがきちっとこう、普及してきて、今まで、ね、100% 近いぐらいに復活物入りの芝居が今9割かな、なってきてるんで、それで減ってきたんですね。これは僕の意見じゃなくて、世界中の、その食、芝居に関する権威、権威ね、ある学者さんが言ってるんですけど、復活物入りの芝居が、増えてきたので、ね、それで虫歯が減ってきた。だから、復活物入りの芝居をね、どんどん使った方が、大人の方もいいと思います。もちろん、復活物専攻ってことはまだ知れませんけど、まあ、本当それもね、も個人的にはね、まあ、学校主管の理事としてもした方がいいかなとは思ってます。まあ、これで、世界1位ぐらいですね、虫歯が。もう少なかった。で、どんな、入ってるか、ほとんどのね、入ってます。ほとんどの入りの方に。ね、クリニカとか、ね、システム。ね、コマーシャルやってますよ、ガン。ね、復活物っていうのは別に高いものじゃないので、どうするとね、どんどん入れれるんですよ。だから別にどんな中に入れてもメーカーとしては困らない。こんな感じで、後ろにですね、フッ化ナトリウムとかね、モノフルオロリン酸ナトリウムが出てますので、こういうのを見ると、一応見るのに効果あるんだなと、ね、思ってる。今日会社でちょっと見ていただいてると、あとちょっと試供品うちで、うちの衛生士が持ってきたんで、後でお配りしますので、ちょっと使ってみてください。フッ化物がありますね。これでも芝居効果ができる。まあ、ただ、だから、歯磨き自体は、ね、そんなに行動としてはね、僕が、その、昔、ね、虫歯多かったことは変わってないけど、唯一違うのがこれ。これが、一番効果があったんですね。ただ、ね、北海道はちょっとですね、この多い順番からですね、上から10番ぐらいで、あと小樽もちょっとね、ちょっと多めなんですよね、統計的に。だからまあ、北海道と小樽はね、もうちょっと頑張ってもいいかな、というふうに思います。けど、まあ、それでもまあ、前にぐらいからかなりやってきた。今のはね、虫歯で、まあ、虫歯の予防の仕方も皆さん分かったと思うんですけど、今度は歯周病ですね、人生の後半ですね。で、これはですね、歯周病というのは歯の周りを支えている骨が溶ける病気で、まあ、大体歯の目の長さってあるんですけど、大体10ミリくらいね。それが半分とか3分の1ぐらいになると、抜歯になってしまう。ね、意味になります。まあ、こんな状態ですね、歯石がね、たくさんついてて、これはちょっと悪さして、ね、骨を溶かしてしまうというふうになります。で、これもですね、統計が出てて、歯周病がない人ほどね、これ医療費、歯周病のあるなしと医療費ですけど、まあ、歯がない人はかかるということが、多分食事なんかの問題ですかね、きちんと食べれないんでしょうかな。で、歯周病がない人は医療費が少ない。それで、まあ、歯周病がない人とは、まあ、かなり健康だということがわかる。だからこれは、歯周病がない人ほど医療費が少ないということで。で、あとですね、今日皆さんにお配りした、資料の中にね、書いてあるんですけど、こういうね、図が載ってるんです。ね、
歯周病は慢病のもとということで、心臓病だとか糖尿病とか動脈硬化とか、ね、低体重児出産とかそういうものが関係しているということが分かっていて、まあ、要するに歯周病を治すとこういったもののリスクも、ね、少なくなるということが分かっていますので、うん、まあ、どっちかというと歯周病の方が治しやすいと思うので、ね、それをされるというかですけど、今日はちょっと、ね、フォーカスを当てて糖尿病について、ね、お話したいので、この歯周病はリスクとなる疾患によって、ね、問題になっているんですけど、これは糖尿病と書いていただいているんですよね。僕らも糖尿病の方とか、あとタバコ吸ってる方はちょっと、なんですかね、最初はね、患者さんに来られた時はちょっと要注意しますね。なかなか治りづらいね。同じだけ歯磨きかかりすぎても治りづらいっていうことがあります。で、それですね、最近見たですね、こういう、ビデオがあるんですけど、この方でね、お医者さんなんですよね、お医者さん。で、自分がね、糖尿病の専門医らしいんですけど、糖尿病になりかかったらしいんですよね。自分ね、糖尿病ということで、その方がね、なりかかったんだけど、歯周病を治したら、糖尿病が治っちゃったらしいんですよ。で、体重をもっとね、太ってたのが、こういうスリムになったということで、それ以外ね、こういう医科としか連携しながらあるからね、全部言ってくれてる人がいるんで、ちょっとその人の話をね、ちょっと聞いてください。皆さん、こんにちは。愛媛県松山市で糖尿病専門クリニックを開業しています西田和也と申します。今日は炎症を通してつながる歯周病と糖尿病というタイトルでお話しさせていただきます。サブタイトルは口腔感染症が医科と歯科を結ぶということにしておりますけれども、私は7年前に歯科の先生方とお会いして、そこから初めて口腔の重要性に気がついたんですけれども、最もその医科と歯科の連携を通言って大事なものは、私は口腔感染症であると気づきました。今日はその内科の観点からですね、内科の観点からなぜこの口腔感染症が全身に関わるのか、それを糖尿病専門医の立場からお話しさせていただきたいと考えております。これまで日本でも医科と歯科の連携、医科歯科連携が言われて久しいと思うんですけれども、実はこの医科歯科連携というのは非常に歴史を持った概念でございまして、これは私が好きなのエジプト の WHO の記念切手なんですけれども、これは右側に有名なエベルス・パピウスで、糖尿病は3500年の歴史を持った病気なんですね。で、このエジプトのパピウスに、おしっこがたくさん出て痩せている病気が、こう書かれているわけですけれども、この横の左に位置しているこの彫像画なんですが、これは、ドクター・ヘシュラと申しまして、人類有史、文字が発明されて歴史に残っている最古のお医者さんです。最古のお医者さんがこのドクター・ヘシュラなんですが、実はこの当時の古代エジプトのお医者さんというのはお口も全身も丸ごと見れたということですね。つまり一人の人間が、お口から全身を全て、丸ごと見てた。現代のこの医療が進化した中では医科も歯科もそれぞれ細分化されて、さまざまな方がいらっしゃいますので、実質上一人の人間が全てを見ることが不可能かとは思うんですけれども、しかしその精神として、私はこの記念ってから、医科と歯科、別々であろうとも一人の患者さんを医科と歯科が支え合う、歯医者さん、医者、看護師、歯科衛生士、栄養士、検査医、さまざまな分野のプロフェッショナルが一人の患者さんをお口と全身を通じて支え合う、これをこのドクターに調べて私は教えてくれてるんじゃないかなと思います。このように3500年前のお医者さんはお口も全身も見てたわけですけれども、専門家が非常に進んだ結果、今医科と歯科は私は分断していると思うんですね。で、こちらの、状態を、一文で作ってみたんですけれども、二文ですけれども、歯医者さんは歯を見て対応です。我々内科医は体を見て口を見る。私自身も7年前まではお口の中を見ると扁桃は見てるんですね。歯があるとか歯肉であるとか全く興味なかったんですね。全くお口のことに興味なくて扁桃にしか興味がない。しかしそうではない、お口は全身に関係している。
歯医者さんも歯を見るだけではなくて、そのお口の向こうに見える、例えば糖尿病だとか、いろんな全身の疾患、そういったものまで思いを馳せることができるかも、我々内科医は内科医で、ただ単に診察を見てるだけではなくて、目の前の患者さんがきちんと歯が合って、毎日おいしいご飯が食べれるのか、言えば噛み合わせが悪くて、野菜も食べれないような状態ではないのか、そういう、まあ、全身を見るような、まあ、それが私は必要であろうと考えています。このお口と全身はなぜ大事かといえば、一言で言えば私は口腔感染症であると思います。ウシもしかり、歯周病しかり、お口の中の細菌は全身を駆け巡る、まあ、それが原因で血糖値が上がって糖尿病が悪化する、もしくは肺炎を起こす、誤嚥性肺炎を起こす、もしくは子どもたちが早産になってしまう、さまざまな影響をこの口腔感染症の取り戻すで取り持っておりますので、イカと舌を結び合わせるためには、この口腔感染症というキーワードを通して、2つの専門家が手を取り合う必要があるだろうと私は考えています。ということで、これですね、まだ同じようなビデオが、ね、5本ぐらいですね、まあ、炎症で動画とかっていってキーワードを探してもらうとすぐ出てきますので、もし興味があればね、見てください。まあ、僕の、ね、言いたいことを全部聞いてたんですけど、でこちらもですね、その地震の状況が、ね、どうになっているかというと、こんな感じですね。これ年齢ですね。この赤いのはちょっと進行した歯周病、ね、歯と歯茎の隙間がね、こういうのがかかってますけど、4ミリ以上あるのでね、言います。この青いのが歯、こうやって触った時に出血する状態、こう言います。だから今日学校しか、学校しかね、学校保健会ですけど、まあ、この辺りにね、2割とか4割ですね、3割の4割か、そう歯周病の手があるからですね、歯肉炎性ですね、という状態があるということで、若い子もね、そういう歯周病の可能性がある。特にまあ40年以降は8割ぐらいだとね、いうふうに言われてますから、気をつけたわけなんですね。で実際ですね、これはね、年齢推移なんですけど、こう見たら分かると思うんですけど、結構15歳とかね、まあ、学童と言わないかな、まあ、成人になるんだけどですね、結構増えてるんですよね、この世代も。で子供はですね、歯周病の歯肉ちょっと増えてるんですけど、これ多分ですね、これフィンランドに僕行った時聞いたんですけど、虫歯が減ってきたじゃないですか、日本でも。そうすると親もですね、あ、虫歯ちょっと減ったからもう歯ブラシ話しなくていいみたいなのにならすんですね、フィンランドもね。そうすると歯ブラシしなくてもね、虫歯にならないですから、あんまりね、フッ化物使ってれば。ただ歯肉炎になっちゃうんですよね。でしかも今柔らかい、ね、ジャンクフードとかね、そんなのも多いので、だからこれからはね、虫歯はまあそこそこね解決されてたんで、歯肉炎とか歯周病をまあ、学童ぐらいかな、取り組んでいった方がいいかなというふうに思います。でそこでですね、じゃあ、歯の治療の三大原則っていうのを、ちょっとお出しですね。だからアップに書いてあるね、若年者の歯周病増加傾向から、歯ブラシもちょっと徹底が必要なのかということが答えですね。でじゃあこういった治療ですね、僕もですね、無理に起こしたいとね、これ別に大人も子供も関わらないと思うんで、それをね、3つにまとめてみます。これ勝手にね、こう書いてます、三大原則。これは誰もあまり言ってない、紙が命名とか勝手に書いてますけどね、三大原則。この3つなんですけど、リスクを下げるということと、病的な部分を取るということと、再発を防ぐ、この3つに集約されるんですよ。で病的な部分というのは、虫歯であれば、無色の部分ですね。虫歯になったら、ね、溶けた部分ですね。あとは、歯周病であれば歯石ですよね。それを取ることで。で、大切なのは、健康な部分を残すということですね。健康な部分は取りすぎないです。まあ、がんの治療もそうですよね。がんだけ取り除いて、健康な部分を、ね、取り残すことが大切なんで、虫歯と歯周病もそうですね。歯周病もそうですよね。あんまりこう、ガレガレすぎるとね、健康な部分でやって、しみるからも歯石取れないとかね。言われることありますけど、そんな感じなんです。でまずリスクを下げるということですけど、まず無色ですね、リスクを下げる。で、皆さんもね、そういう経験っていうかな、感じたことあると思うんですけど、なんか毎日ね、歯ブラシしてるのにね、虫歯できちゃう人もいけば、全然何もしないのに虫歯できないし、そんなのね、まあ、勉強なんかもそうです。なんか全然勉強しないのにできやすいけどね、してるのになかったね。これは何が違うかというとね、その人のリスクっていうね、虫歯に対するね、リスクが違うというふうに、今考えられています。だからこっちの人はリスクが高い人、こっちはリスクが低い、でそれをですね、今調べることができる、ね、そうで
この左のビデオみたいな感じで、まあ、口の中の細菌が起こったりとかね、あの唾液の性質を調べたりとかして、それを、こういうパソコンのソフトに入れると、唾液を避ける可能性が出てる、その緑のようにね、出てるんですね。で、この大きいところを、改善していくというふうになります。こういう検査があります。まあ、唾液の量とかを、ね、測って、こうやって調べる。まあ、管理バイオね。で、まあ、こういう検査を受けて、自分のリスクを、まあ、一緒に1回ぐらいまた調べておくんじゃないか。まあ、子供もできる子供もできるかな、かなと思います。で、これで調べるんですね。さっきの方もね、この方も、まあ、明らかに高いと思うんですけど、ね、一応調べる。で、この方の場合は、虫歯を避ける可能性っていうのは、大体ね、20% を切るぐらいなんだよ、最初の時ね。ということは、どういうことかというと、例えばね、リスクを下げないで、単に、例えばスタイルで、ね、インプラントしても、今度、入れた歯が虫歯になるから、再発しちゃうからね、だから治療は全く意味ないんですね。問題は大切なのは、リスクを下げてから治療にするということが大切です。要するに、もちろん戻っちゃうんですからね、治療してもいいから治療しても。で、この方の場合は、まあ、リスクをね、避ける可能性が 10% だったので、まあ、80% ぐらいの、ね、指導とかして、それで 10% ぐらいにして、それから治療をして、ここにもらうと。そうすると、これがね、長く維持できる。で、これはですね、また、難しいことではなくても、復活物をですね、最大限に応用すると、さっきの子供の虫歯の減少で分かると思うんですけど、かなり虫歯予防できますっていうかね、リスクがこう下がったことになりますので、その復活物ですね、やっぱりそれが一番大切じゃないかと思います。まあ、これはそうですね、まあ、繰り返します。といったものが大切じゃないかなと思います。で、キシリトールについてはですね、時間の関係でですね、9年前になりましたね、風邪してもらってますね、今日盛りだくさんにしてみたんで、ちょっと、ただですね、これだけは言っておこうかな、これね、実はですね、フィンランドに行って、キシリトールの効果があるってことが分かったんで、僕は知り合いのですね、私の娘が通っている幼稚園ですね、娘と。息子が通ってカツラの幼稚園に行ってたんですけど、そこで3年間にわたってキシリトールを子供にあげ続けたっていう研究があったんですね。で、まああげないクラスからもっと高くなっていくこともあったんですけど、ね、2000年ぐらいだったんですね。で、こんな感じでね、で僕も診療やってたんで、こういうとこ行ってね、最近唾液検査ですね、子供のリスクを測ったりとかね、その関係を見たりとか100人ぐらいで、ね、こうやってやったんですね。懐かしいね。それで、これ2003年かな。でそれで分かったのがこんな感じで、あるクラスには0粒のクラスとかね、1粒のクラス、3粒、5粒とかね、あるんです。ただね、要するに5粒ぐらい食べると、半分ぐらいになるんですよ、0粒の。こういう結果が出たんで、ロットの人にね、僕もね、最初ね、悪い結果出たら悪い結果出たって言おうかなと思ったんですけど、やっぱり指標で効果があるんだなということが思いました。で、あともう一つこれやった理由は、復活は何なんですかね、僕もちょっと全部理解できないんですけど、反対する人はいるので、ね、なかなかでも子供の虫歯減らしたいじゃないですか。まあ、そういう時に、キシリトールを反対する人ってね、見られてますので、キシリトールを有効に活用できないかなということで、そういう研究をしたと思います。ということで、50% の違いが効果ということで、5粒食べると美味しいですね。皆さんも、キシリトールガムね、スーパーで、とかコンビニで売ってますので、それを使ってもらえばいいかな。私も必ずね、カバンの中にキシリトール入ってるんですけど、これ食べるといいことが分かりました。で、こういう感じで、各国、いろんな国でね、キシリトールの研究をされてたんですけど、どうしても、で、結果が出ましたということが分かります。で、これはですね、これは、この人ですね、この人はその、あれです。種の研究した人がフィンランド、マキネン先生で、ミラーリングジョーナーしますって言われて、まあ、今日、ね、教育関係者の方が来られた。ミラーリングジョーナーですね、こうなんか すごいかっこいい人みたいなね、まあそういうの見ると自分もそうなりたいとかね、憧れの人を見るとそうなりたいとかってあるんですよね。それがミラーリングって言うんですよね。で、私も、この先生に、ね、自分もそんな研究してみたいなということで研究したんですけど、で、これはですね、その研究学会なので、3年後に行った時に、この対話ウイルスがね、
全米オープンで優勝されてるので、ゴルフさんがね、名前に、ね、そこで写真なんですけど、でそこでクラブハウスに戻ってみると、なんかこういうね、こういうタイガーウッズ写真が飾ってあるところなんですね。で、これが見られて、これはね、どういうところかというとね、これ出てきますけど、タイガーウッズはね、このちょっと難しい距離のね、パット、まあ、これを入れると、プレーオフに持ち込むんだよね。すごいパットだったりですね、これ。これが入らなかったらもう2位ですよね。で、次の日の18ホール、ね、これが入るという。で、その時の、わかりますね。これはこれ、大賛成。わかりますか。これ見られます。ということで、これその次にこれです。なのでね、なんかね、苦笑い。本当は笑った方が本当にありますね。ということで、まあ、見られる道はということなんで、まあ、学校教育でもやっぱり、ね、僕らの大人として子供にこういうね、見られるようなものになるわけなんですね。で、岸井との話はですね、もう一つ続きがあるんですね。岸井とというのは、食べてる時だけ効果があるんじゃなくて、口の中の細菌層が変わるので、要は簡単に言うとですね、虫歯菌の性質が変わって虫歯ができづらくなる。ということは、やめた後もね、経過が、効果が持続するということが分かるんですよね。ということで、僕もですね、ちょっと心配というか、ね、期待の興味があって、桂岡幼稚園を出たあの子たちがどうしているのかということで、桂岡小学校で5年後に、ね、調査してた、桂岡小学校で。ね、そうです、私が幼稚園で食べてたのね。で、ここはね、後でちょっと結論を言いますけど、食べるときはね、乳歯って分かります、子供の歯が食べてたのね。で、5年生になったら全部それは抜けて、大人の歯に生え変わってるね。だから歯は違ってるんですよ。復活したらそんなやってる時しか効果、立てる、まあ、やってる時は効果だけど、あとはちょっとあれだと思うんですけど。